はい、行きますよ。せーの。今日みんなせーの、スーパーマリオメーカー2。ぴったり、久しぶりにぴったり取れた。ぴったり賞だ。よーし、やっていくか、今回も。今回もやっていきましょうか。まあ、前回、前々回がですね、確か対戦モードを多分やったと思うんですけど、一回ね、なんかめちゃめちゃ C ランクに近づいて、もうすぐ C ランクになるみたいなところが多分終わったと思うんですけど、今回はね、そちら C ランクにまで、ちょっと上げていけたらいいなと思っております。ついにランクが上がります。僕の。はい、ということで、まあ、ぜひ、お楽しみください。よし、やっていきましょう。死んじゃったよ。しゃ、行くぞ。お前、許さんかんな。そうやってことで、お前、そんなことやるんけ。これは俺のだ。キノコは俺のだ。オッケー。なんでやねん、お前。そっちかよ。はい、キノピオ、残念でした。こっちです。お疲れでしょー。危な。よく行けたな、あいつ。これ何？毒ブロックみたいな、これ。絶対これ必要だろ。絶対これ必要だろ、これ。多分。オッケー。これ絶対必要になるから、もっといつもはない。絶対もっといつもはない。あいつらは多分これがないから、クリアできないみたいな状況になるだろう。刺した。おーっと、また投げ、一瞬だけ投げ。おい、やめておせーよ。つまんなくなってきたな。さあ、今回僕を C ランクに上げてくれる方々はこちら。またおめえか。お前、その憎たらしい顔しやがって、お前。よっしゃ、行くぞ、ルイージ。俺と共に行こうぜ。よっしゃ、あ、逃げられた。ナイス。あ、すごくない？こいつ。危ねえ。もういらねえ、そんなの。なくていけんだよ、俺は。ない方がむしろ強い。うわ、かっこいい。これね、多分取った方がいい、これ。ここにある。あれ？これなんかないっけ？登れないっけ？あ、登ってもなんもないのか。なんやねん。なんやねん。やべ。絶対遅れてる。これ絶対遅れてるわ。これ絶対遅れてる。自信がある。あ、遅れてなかった。そこまで。はいー。はいー。どけや、ほら。やべ。うわー。危ねえ。危ねえ。はい。オッケー。オッケーオッケーオッケー。なに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 なゴール！ちょっと待って！降りたい！降りたい！降りたい！ちょっと降ろしてくれ！降ろしてくれ！お前んでね！おい、めちゃめちゃ邪魔じゃねえかよ、マジ今のは。乗ってねえ方が強えじゃねえか、これ。ふざけんな？マジで。あ、バックトゥーザフューチャーってそういうことか。時を戻して、もう一回同じ場所を通らせても、なんかゴールできちゃうっていう感じか。なるほどね。地味だな。さあ、最悪だよ、もう最悪だよ。最初に言ったやつが勝つじゃん、こんなのは。何ゲーだ？でも素晴らしかったです。ボコボコしやろ、キッズ。なんせこんな怖いお兄さんがいるからね。よっしゃ、俺の、よっしゃ。やべえ、やべえ。避けた。どれだっけ、俺。待って、俺何だっけ。ルイジか。ルイジだ。絶対ルイジだ。
ルイージが俺。ルイージが俺です。やめてよーもう滑るから気をつけて、レイニーナイトは。はい、おつーしゃ、気をつけろよって、夜道には。お前ら夜道に気をつけろ。やっとじゃないこれ。やっとじゃないこれ。ランク上がるんじゃないこれ。ついに。いや、ついにだよ、ついに。普通。お、来た来た来たー上がったー嬉しい嬉しいのし。さあ、やっていくか。真面目なやつしかいねえな。お前だけだよ、しおり。一緒に意気投合できるのは。スノー。さあ、JK の未来かかってるぞ。JK の未来かかってるぞ。全国の JK に持ってるために。マリオだよ、俺は勝つんだ。オッケー、今んとこ全国の JK に持ってていらっしゃる。くしゃ、来た。俺の上です。残念でした。おつー。さあ、ここ行けるんですよ、実は。実は行けるって知ってるんですよ。さあ、これで全国の JK から持ってまくりの人生が始まる。あ、もう嫌なあ、これ。え、待て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 、これさ、これさ、なんかいつかのオープニングの、いつかのオープニングのコースじゃないこれ、多分いつかのオープニングコースじゃないこれ。よいしょ、待って、ちょっと待って、頼むから待ってくんね。もうちょいだけ待ってくんね。やばいやばい、もう最悪だよ、ふざけんなよ。あー、 JK にモテたかった。メイジ、え、ランク下がったんだけど、マジ ランク下がったんだけど、マジで言ってる。おっと上がったばっかだぜ、俺。C ランク上がったばっかだぜ。下がる時の気持ちよ。先輩方、頑張ります。頑張ります、先輩方。生きてるんですけど、一人。何が C ランクじゃ、我。C ランク風情が、ダメとんのか初見殺し。聞いてないよ。これ無敵状態を利用してさ、いけない？いけるじゃん、ほら。来た来た来た、お前も無敵状態利用してクソクソみたいな性格の、あーやつか、お前も、おい。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 オッケー。最悪こいつ、設定許さねえよ、マジで。よって。落ち着かないから死ぬんだよね。で、これは駆け抜けた方が多分いけるんだよね、むしろ。いやーんな、お前。はい。はいよ。それも初見殺しだよ。なんだこの初見殺しコース。絶対フラワー必要じゃん。フラワー絶対必要コースやん。引けて、行く。そして、落ち着いて。落ち着け、もうゴリ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 。さあ、そして、これを冷静に今発射、おー、これはもう、犠牲、最小限の犠牲。急げ！完璧。はぁ、楽しいなぁ。やっぱマリオメーカーかなぁ。おっしゃー、今宵ボコボコにされる人たちはこちら。これは俺の、これは俺のだ、これは俺のだ、よっしゃー。甘いんだよなぁ、爪が。爪が、あ、結局何？めちゃめちゃフラワー配る感じ？そういう感じね。キャラク。やば。最悪だな。ずっとここ、ずっとここにいてんから、ね、ずっとここにいてフラワー炊きまくればマジで、めっちゃ死なねえから。あー、全然死にません。食らっても全然大丈夫でーす。全然大丈夫でーす。お疲れー。最悪だ、お前は。クソがー、ルイージの癖しやがって。落ちろ、落ちろ、落ちろ、ほら。俺じゃないこれ。俺しょ、俺しょ、俺しょ、俺ですー。で、はい、はいー。これ、ラッシュ、なにー？これ相当素早くね。相当素早く、やべえ、やべえやつや、これ。こっち待って、やべえやつや。ちょっと待って、フラワー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 がないとやばい。これはフラワーください。フラワーください。あ、やばい、死んだ、これ絶対死んだ。100% 死んだ、俺。100% 死んだよ、俺。あ、何ゴールしてんの。ボスラッシュ無理だわ。さあ、今宵ボコ盛りされるメンツはこちら。小学生の身長比べみたいですね。同じ顔して、みんな。これはね、一旦こいつをこっちに投げて、はい、バイバイ。これは俺が早い。ここにしよう。なんでお前もここ来んだよ。なんで同じとこ入んで、絶対同じとこ入っちゃいけないやつだよ、これ。
オッケー、入れません。お預け。やべ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 。最悪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 。俺。なんでお前が先行かよ、お前。どけや。あ、最下。もう最悪。最悪、普通に。どけや。どけよ。あ、こうか。こうか。こうか。こうだ。やめて。もう何このもうすーごいぼよぼよするもうすごいぼよぼよ三段バラの人みたいなぼよぼよする前のタイミングが違うタイミングが違う一旦どいてろ一旦どいてろ一旦どいてろ一旦どきなさい一旦どきなさいくそここにねいられるとねだいのもうすごい時間もうめちゃめちゃ時間かかるオッケー今はい、オッケー俺しかクリアできないんじゃないこれ違う、あ、こうでいいのか、オッケーオッケーオッケー、はい、あれ独走っすか、うん、これどうやって降りたらいいこれで、どうやって降りたらいい、あ、オッケー、危ない、ハッチの部分見て待って、積んだ最悪だぜお前あんなところにバネ吐くなってで、これで、多分ないから、このいいタイミングで降りて、ちょっと、マジでねえ、よし、どいてー、ほんとに。どうやってどけるのこれ。どうやって降りるのこれ。待って、マジ。結構マジ。結構マジでどいて。オッケー。はい。あ、オッケー。なんか若干の謎解きを含め、なに。あ、怖い。あ、怖い。やばい危ねえ。しゃ、今死んでたら絶対俺ないって言ったわ、今。危な。よいしょ。うるさいななんかピコピコおい。ピコうるさいのどうやるの教えねえよ俺だよ、これは。これは俺ゲーなんだよ。頭を使えるやつが勝つゲームなんだ、このマリオメーカーはよ。はい、おいでー。羽、はい。はい。これ多分走るでしょ、多分。走っての、はい次飛び方がわかんないもう、わかんない何そうやってどうやって飛ぶのそれ。もう最悪なんだけど、普通に。タイミングよくもう一回ジャンプするかな。こうなんか飛べー頼むー惜しいマジで惜しいもう飛び方がわかんない。わかんないよ、もう。わかんないよ。これで、ちょ、早くどいて、あんた。マジでやめて、早く行ってね。はい、こうして、多分ね、こうで、こうでいいと思うんだよね、多分。こうでいいと思う。届かない。わかんないよ、もう。お前、行くの下手すぎだろ、お前。行くの下手すぎだろ、お前。早く行けよ。調べとこう。ご視聴ありがとうございます。今後も頑張って動画をアップしていきますので、もし不快でなかったらチャンネル登録、高評価の方を下のボタンからクリックしていただけると嬉しい限りでございます。検証してほしい、動画にしてほしいということがありましたら、ぜひコメント欄の方からよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。